アカンテナチュですよ。カメラマンの鈴木です。こんにちは、カメラマンの鈴木です。プランナーの中木です。お願いします。はい、というわけで皆さん、早くも第2弾。うわびっくりした。第2弾50の質問。というわけでですね、前回僕が50の質問やらせていただきましたが、皆さん需要ありますか？はい、大丈夫ですか？まだ見てない方見てくださいね、ぜひ。はい、僕のここら辺に出ます。そうです、クリック。僕のね、プライベートが丸裸かもしれないぞ。きつー。見てな、みんな。見てな。はい、というわけで第2弾はですね、はい、はい、あすかさんにはいいろいろ聞いてみたいと思います。はい、鈴木よりは需要があると思います。まあね、そこは否めない。そこは勝てない、分かってる。そこは分かってる。それは突っ込んで突っ込んで私が恥ずかしいだけど。前回とはちょっと質問変えて、今回はお送りしようかなと思いますので、はい、皆さん最後まで見てください。ぜひぜひ。はい、早速いってみましょう。 Let's 50 questions。 アスカに聞きたい50の質問。イエイ。用意、来い、スタート。お名前は何ですか？中垣あすかです。血液型は B 型です。性別は女。趣味は寝ること寝ること好きな食べ物はオムライス卵もろ。お住まいはどこですか？茨城です。性格を一言で言うと能天気。割と頑張ってる方ですか？割と頑張ってると思います。多分利き腕は利き腕、うん、利き腕腕右。好きなテレビ番組は？あんまりテレビ見ないです。 YouTube 大好き。最近どのようなことで笑いましたか？事務所でみんなと喋ってる時に。尊敬する人物を教えてください。身内だと母親、芸能人だと渡辺直美。買ってしまったけど失敗したなというものは？葉っぱ買いすぎた。もっと。今までで一番高い買い物は？カメラ。春夏秋春夏秋冬どれが好き？秋。その理由は？花粉がなくて涼しくて暑くもなくて寒くもなくて、あとは秋の服が可愛いからです。憧れの職業は？今の職業以外だと、キャビンアテンダント。生まれ変わったら男の子と女の子どちらになりたい？男。早いな。その理由は？自分がガサツだから。なんだろう。旅行したいところはどこですか？海外。どこですか？ヨーロッパ。ヨーロッパ。もっと細かく言ってみよう。ヨーロッパ。口癖はありますか？うわ、これはいっぱいありますよ。本当ですかっていうのと、おかしいなーだ。あ、そう。どのようなアルバイトをしたことがありますか？100円ショップ。いつ？学生の時、専門時。今日の気分を天気で言うと？晴れのち曇り。時々終わんない。今一番欲しいものは？ない。あまり物欲がないです。あ、ワン、あ、ツー、あ、ワン、ツー、スリー、フォー。何の、あをどう思いますか？私も言っちゃう。ジャージで街を歩けますか？いや、場所による。ところで今何時？6時45分。7時です。髪の毛の色は？茶。ちょっとプリ。小学校の時好きだったテレビ番組は？なんだろう、テンテレ。印象に残っている映画は？グレイテストショーマン。あー、なるほど、いいね。お酒は好きですか？ほどほど。ネットをどのように利用してますか？ YouTube が主。あなたのセールスポイントは？明るいところ。昨日の夕飯に何を食べましたか？昨日の夕飯は、聞いてください、皆さん聞いてください、餃子です。うーわ。作ったの？いえ。今日の朝ごはんは？パンコーンスープ。以上。平均の睡眠時間は5。昨日何時に寝ましたか？12時は確実すぎてました。はい。そっからの記憶がない。で、何時に起きましたか？4時半に起きて、6時に起きて、7時に起きました。二度寝、最高最高。小学校の給食で好きだったものは？春雨サラダ。揚げパン。どっちだよ。春雨サラダ。そっちかよ。嫌いだったものは？
あんまりないです。お給食は残さない。ああ牛乳牛乳くらいかな。なるほどね。はい、親友に一言お願いします。久しぶりお母さんにもどうぞ。お母さんにもどうぞ。絶対見てる絶対見てる。やだー元気変わんねえ小さい頃何をしてましたか。習い事と学校。何の習い事。そろばん、ピアノ、プール、バレエ。どっちも。どっちもすごいね。英語めっちゃやってんじゃん。苦手なことは。早起き。得意なことは。寝ること。どこでも寝ること。あ、目の前に宇宙人が。え、お化けを見たことありますか。ないです。携帯はメール派、電話派。電話派。はい、じゃあ最後です。うわ、49問質問やってみて、最後に一言お願いします。はい、長きのことよく知っていただけましたでしょうか。イエーイぜひあのご来店の際はお声掛けいただけたら嬉しいです。はい、何か食べ物持ってくるときは卵ボーロですよ皆さん。卵ボーロですよ皆さん。はい、もっと質問したいことあれば、はい、どしどしコメント欄に書いてください。お願いします。以上、アニシャンテのチュレでした。バイバイ。本日も動画見てくれてありがとうございます。